テクテク歩いて行こう。イタリアンバールミトさんです。イタリアの国旗が目印ですかね。あ、説明していただいて。腰がえて、腰がえのネギって歌を歌ってるんです。そうなんです。なんでネギなのかっていうのは、あの腰がえネギって知らないですよね。聞いたことあります。聞いたことあります。あ、嬉しい。あ、さすがさすが。今ちょっとお客様と会話をしています。カモネギがご存知の方がいらっしゃったり、腰がえネギ自体を知ってる方もいました。すごい嬉しいです。ネギがきっかけでデビューして、今3年目でガモーに住んでるんで。よろしくお願いします。すみません、初代ネギクイーン。ちょっとちらっと勝利さんがね、今皆さんのオーダーを作りつつ、では前菜をいただきたいと思います。よく料理番組とかでありますよね。ここで取れるんだろうか。美味しいです。はい、今日の私がいただくものが運ばれてきました。こちらはカバティーニというショートパスタですね。自家製麺になります。はい、ソースはアサリとムール貝をミンチにして、生クリームに粉ソースを合わせております。アサリとムール貝、ちょっとショートパスタということでね、いただこうと思いますよ。これね、私がいただくのね、貝の味がいい感じ。同じものをね、召し上がってる方があちらにいらっしゃるんですけど、じゃあ私もいただきたいと思います。はい、じゃあパスタいただこうと思います。あ、すごい、このクリームが貝のいい風味でね。誰と会話してるんだろう。カバテッリってなん、これはパスタなんですか。そうですね、ショートパスタ。ショートパスタのことを言うんだ。あ、いや、カバテリー、ショートパスタの中にまたいろいろ種類があるんですけども、うんうん、その中のそういう名前のパスタですね。へえ、はい、これビットさんだから手打ち。もちろんです。そうなんですよ、皆さん。それを言わなきゃね、わっこね。ビットさんといえば手打ちのもちもちパスタなんですよ。そこですよ。そこです。そこなのよ。ね。ちょっと作ってから乾燥させて、乾燥するとそのもちもち感が出るんですね。そのままだとなんかグニャッとしたようなパスタになるんですけども、食感はたまらないんで、皆さん、あ、そっちも美味しそうだな。ABC とあってね、 C が運ばれてきた皆さんも C も美味しそうなんですよ。ちょっとだけお顔取らないんでいいですか。ちょっとだけごめんなさいね。こんなですよ。美味しそう。すいません、どうぞ召し上がってください。なんかね、ビットさんってやっぱパワースポットで、なんかいい人しか来ないんじゃないっていうくらい、今日もね、素敵な方が3名いらっしゃって、すでにいらっしゃってね、ちょっと撮影でお邪魔しちゃってるんです。どうでもよくないですよ。ねえ、じゃあね、私もいただくのに集中したいと思います。皆さん絶対食べに来た方がいいですよ。ランチは1時半がラストオーダーで、平日はそうですね。平日はそうか、はい、で天休が火曜と火曜日と金曜日だけお休みです。あと、まあ、何かあれば不定休そうですね。でディナーが
5時半から11時までということで、ね、あ、駐車場もお店の、ね、裏にあるので、あ、でも予約してきた方がいいと思います皆さん。私この間いっパンパンで入れなかったって時あったんで、もうね、美味しいからだと思います。じゃあまた後で食べるのに集中します。いや、今日ごちそうさまでした。美味しかったですよ、皆さん。美味しかったですよね。ちょっと声だけご参加いただいて、皆さんはこうちょっとねコーヒーを飲んでいる状況ですけれども、勝利さん、はい、とても美味しゅうございました。まずいつもありがとうございます。ありがとうございます。なんか今後のビットさんの動きとして、はい、ちょっと新しい風が吹いてるっていうのを聞いたんですけど、まず、そうそう、4月からはい、こちらの方で出た、はい、ウーバー始めちゃいます。はい、ご存知ですか。はい、運んでくださる。そうなんですよ。ここから半径3キロ以内のお客様にうちの料理が家で食べれるというとても素敵なサービスが始まります。ねえ、3キロうち入っちゃってるんだけど、なんで、まあ、どういう方がお客様になるのかなっていろいろ考えてるんですけど、うん、まあ一つは多分子育て世代の子供をお持ちの方とか、あとは例えば雨の日にちょっと外行くのが、あ、便利便利、はい、そういう時にぜひご利用いただければと思ってます。へえ、じゃあそれってウーバーのなんかこうサイトに、アプリがあるんですよ。携帯にアプリを入れていただいて、はい、そこからこうお店が選べるようになるので、なるほど、そこから探していただければ、で多分絞り込み機能もあるので、例えばイタリアンとか、うん、そういうので、はい、探していただくことができます。でそこにこうメニューが載ってるので、はいはい、そこからご注文いただければ、頼もうだって、はい、あともう一つお伺いしたいんですけども、はい、私のその越谷 FM の番組でおっしゃっていただいた、先日お世話になりました。あ、そう、お世話になりました。本当ありがとうございました。お忙しい中、こう高橋勝利さんっていうお名前で、はい、まあもちろんお店の名前もビットさんなんですけど、イタリア語のビクトリーですね。あ、ビクトリー、ビクトリアから、はい、ビクトリア、ビクトリー、ね、ちなみにタンクポップのカックンもカツミっていう名前で、ね、カツという字が入っているつながりでビットさんで、実はカックンの誕生日に前来させていただいたっていうのが始まりなんですけど、その勝利っていうねことについて語っていただいたの覚えてます。覚えてます。新年早々1月3日の、あ、そうだそうだ、はいはい、今年トップバッターで、うん、はい、お世話になりました。なんか勝利さんについて、とっての勝利ってどういうことかっていうのをちょっと YouTube ご覧になっていただいてる皆さんにも、そうなんです。まあその和子さんがそのお題をいただいて、まあ、考えた時に、うん、まあ誰と戦ってるわけではないなと思って、自分自身でこう決めて実行して、うん、まあ、お店をやらせていただいているので、はい、だから己との戦いだなと思って。あ、例えば飲食業界だったら、その大抵ライバルなわけじゃないですか。他のお店とか、うん、同じようなイタリアンとか、それ敵だと思ってそこと戦うとかじゃない。そうですね、で、まあ、うちイタリアンでいうと、まあ、手打ちパスタのお店やらせていただいているので、うんうん、その今、まあ、差別化はできているかなと思うので、うんうん、まあ、そんな中で、まあ、どういう魅力的な商品が作れるかなっていうのもやっぱり自分との戦いかなと。あ、はい、敵と戦うんじゃなくて、はい、自分とのこう向き合い戦い、はい、業界じゃないや、分野が違ってもお料理の味とか研究なさってますもんね。そうですね、もう食べるのがでも好きなんでしょうね本当に。あ、そっか、そこが基本に、はい、逆に最近イタリアン行くよりは和食とか、うん、お寿司屋さんとか行った方が僕的には刺激が強いですね。あ、ちょっと店名は言えませんけど、私たちにもねおすすめのお寿司屋さんをさっき、ね、教えていただいたりなんかもします、はい、松節の方の松節の方のね、ほとんど言っちゃいそうになってますけど、はい、だから食べるのが好きっていうのがまずあるんですね。そうですね、やっぱり幸せですもんね、なんか美味しいものを食べると幸せ幸せ、はい、うん、でそういう人が多分ここに集まってくんでしょうね。幸せを求めて、幸せを求めて、幸せが欲しい、幸せが欲しい、それなんか違う幸せ、ね、移しますか、募集しますか、まあ、まあ、確かにじゃないか、はい、じゃあちょっといろんな動きがあるかもわかんないので。そうですね、はい、とりあえず注目ですわね、食べに来ますね。
よろしくお願いします。はい、今度はかっくんと一緒に行きますんで、はい、ではそんなわけで、皆さん美味しかったですか？美味しかったです。はい、あ、ちょっとチラッと映っちゃったチラッと映っちゃってるね。ここはカットせずに乗せたいと思います。はい、ではちょっとくるっとこう回すと映ってるかな。タンクポップ YouTube チャンネルでした。ごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、こちらが勝利さんです。今日はありがとうございました。またお待ちしてます。はい、またって今度ディナーとかでも、ね、まあぜひぜひ、はい、お肉とかも美味しいもん、ね、お肉もあります、魚もあります、魚もあります、はい、じゃあ皆さんもぜひ94沿いの草加方面に向かっていくとイタリアの国旗、あれ飛ばされたとか言ってる、あれ新しいの今2代目ですね。あ、新しいのなんだ、はい、頑張ってくれてます一生懸命、はい、これね、これ中から撮っちゃうけど、これ目印です、これこれこれね、はい、ではまたね。おいしいぞ、出来上がり、ポンポンポポポンポンポンポポポン、熱いうちに召し上がれ、やけどすんなよ。